すいません。これ、LINE で来て、浅香台動物医療センターっていうところがあるんですよ。まあ、僕の行ってる、ワンコの、まあ、要は動物病院ですね。で、まあ、その、自分が行く、僕が行く、動物病院の中の一個なんですけど。迷子犬のお知らせ、ワンちゃんが迷子になってしまい、飼い主様が探しております。些細な情報でも構いません。皆様どうかご協力のでよろしくお願いしますって来てて、拡散希望を探してますってなってんですよ。10月6日、日曜日19時頃、富士見野で、交番付近で自宅から首が抜けて逃げてしまいました。甲斐犬ってね、言いますよね。甲斐犬。オス、6歳。中型犬、11キロぐらい。まあまあのサイズですね。黒地に茶のまだら模様、怖がりです。無理に捕まえようとすると噛むこともあります。見かけたら近づかず、連絡お願いします。写真、動画を送っていただけると助かります。小さな情報でもお願いします。っていうので、連絡先、たまみさんって方が拡散希望してるので、ぜひ。ちょっとだから僕はこの場を借りて拡散希望しようかなと思って、この動画を発信しました。ただ、埼玉の人ですね。まあ、そんなに遠くまでは行かないでしょうから。でもな、日曜日からか。結構、移動してるかな。なかなか帰ってこないもんなんですね。犬に、もう、うちのワン君は、どっかに逃げ出すってことはまずないんで、そこは、あれなんですけど、よくわからないんですが。まあ、よく聞くじゃないですか。逃げ出しちゃうって、ね、ワン君がね。中型犬が多いのかな。うちみたいなチワワが逃げ出したところで、一人では生きていけませんからね。なので、ちょっと、埼玉の人特に、もし見つけたら、この動画の今出てるところに連絡してみていただけたら嬉しいと思います。うん、食べるか？よりもってき、よりもってき、よりもってき。出てこい。よし、やったか。見てんの？あれ見てんの？見てんの？はい、行ってこい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 。